トーリャンセトーリャンセ、ここはどこの細道じゃ、変人様の細道じゃ、じっと通してくだしゃんせ、御用のないもの通しせぬ、この子の七つのお祝いにお札を納めに参ります。行きはよいよい、帰りは怖い、怖いながらも通りゃんせ通りゃんせ。私が福岡にいた頃、天神の大きな交差点でこの曲が流れていて、懐かしさを感じるのである。皆様こんばんは、アデン K です。第7話 TBS テレビに関して、2022年4月改正少年法が施行された。これまでは20歳未満の少年の実名や顔写真の報道が法律で制限されてきた。改正によって18歳19歳でも実名報道が可能になった。4月、19歳の少年によってある事件が引き起こされ、在京民放キー5局と NHK はすべて実名で報じた。 TBS の対応の特徴として、インターネット上では顔写真を掲載しなかった。テレビとインターネットの特性の違いにより対応が分かれたとしている。今後の少年個人の構成と情報開示することによる公共性への貢献を天秤にかけていく必要があるだろう。開示による社会的影響については、第8話テレビ朝日に関して、第9話フジテレビジョンに関して、そして第10話テレビ東京に関してを終えてから話そうではないか。第11話では、私の統計データベース上、日本国政府が資産に手こずっているであろうことに関してお伝えするつもりである。この情報を皆様に先んじて伝達することは、政府の情報解析上一つの公楽因子となりうる。しかし、政府の情報解析開示をしやすくするお話であることも事実である。皆様の生活にも多大に影響していくことなので、第11話に乞うご期待である。正直に申し上げて、テレビ局の構造の話は興味が分かれると思っている。むしろテレビのコンテンツが重要という方が大半だろうか。第11話から中身のある話をしていく予定なので、しばらくお付き合い願いたい。それでは今回の本題に入っていく。 TBS テレビは略称の TBS で親しまれている。作るがキーワードであろうか。ウェブ検索では TBS テレビと表示されており、これは TBS ラジオと区別するためであろうと思われる。いまだに毎日新聞と密接な関係があるとおっしゃる方がいる。かつて密接な関係があったことを私は知っているが、いまだにそうなのかについて私はよく存じ上げない。本社所在地は東京都港区赤坂5丁目3番6号である。本社ビルの正式名称は TBS 放送センターであり、通称は一般公募より選出されたビッグハットである。ビッグハットは1994年9月30日に出願された。一方、長野県にある大型多目的アリーナのビッグハットは1995年4月8日に出願されている。長野県のビッグハットは長野オリンピックの会場としても使用されており、たまたま同時期の出願になってしまったのだろうと私は考えている。 TBS 本社のある港区赤坂、赤坂サカスは飲食店も経営しているのかと思うほどの歓楽街である。 TBS 本社も去ることながら、
赤坂アクトシアターも目立っている。 TBS ホールディングスの株価はここ数年1000円から3000円程度で推移している。現状 NTT ドコモ、三井不動産、ビッグカメラ、パナソニック、講談社などが大株主である。 TBS ラジオでは TBS ラジオショッピングを展開しており、厳選の商品等が紹介されている。買い物ラボと合わせて気になる方は公式 HP やラジオ番組表にて詳細を確認していただきたい。ニュース TBS ニュースの要は何といってもアナウンサーである。2022年の新人は大阪府出身のアナウンサー女性1名、関西圏出身と思われるアナウンサー男性1名である。 TBS アナウンサーからフリーアナウンサーに転身して活躍されている方のメディア露出は多い気がしている。いろいろな企業とコラボレーションしているのを量販店で見かけるアニメの放送を TBS で行っている。 TBS は何チャンネルかという疑問にはチャンネル1、チャンネル2、オンデマンド配信なども展開しているとこの場では回答しておきたい。 TBS スパークルという制作会社の制作によってドラマ、バラエティなどのコンテンツが充実していると思われる。2022年、日本では TBS がマスターズを独占放送した。マスターズ自体がテレビ局にとっては一つの大きなブランドである。ゴルフプレイヤーにとっては出場によって得られる名声が大きい。チャンピオンズディナーと呼ばれる過去のチャンピオンが集う夕食会では全大会の優勝者がホストとなる。今年は日本人がホストであったこともあり、日本食が世界の王者に振る舞われた。ではまた会おう。アデン経営チャンネル登録よろしく。